日本郷土玩具博物館日本郷土玩具博物館はかつて広島県福山市松永町にあった郷土玩具をテーマにした博物館である JR 西日本松永駅南口東方に位置し同じ敷地内に日本は着物博物館も併設され財団法人違法文化財団が運営管理していたが2013年に閉館となる 履物博物館に併設する施設として1994年に開館。履物博物館開館当時から集め始めた日本や世界の郷土玩具約5万点を収納しており、そのうち1万5000点が展示されていた。収蔵品には無病息災、薬よけなど人々の祈りや願いが込められたものが多く、青い目の人形やアメリカの先住民ホピ族が伝承する。 価値な人形、江戸の郷土玩具や天神人形など多数展示。その他に、玩具で遊ぶことができる触れ合い体験室、大正時代の洋館を利用したコーヒーハウスなどが開設されていた。入館者源などに伴う収益悪化などを理由に併設する日本は、着物博物館と共に2013年11月24日をもって閉館。2015年3月末に、 福山市は運営していた財団法人の生産法人から博物館を寄付してもらい、日本は着物博物館と共に施設や収蔵品を福山市が引き継いで、同年7月4日には日本は着物博物館の後継施設となる福山市松永は着物資料館を当地に開業させた。ありがとうございます。